ここからは今日の TCK を振り返ります。第一レースからご覧ください。ゲートに引かれて収まりました。スタートしました。少しばらついた飛び出し、内側から3番デルマ・アビセ倒しと2番のフルート・レジーナ、外から加わっていくのは10番のウォーバックス、それから11番のドルバル、前4頭広がって後ろは6番のグリーンジェイド、インコースに1番の八坂ソレイユ、外には12番のレッドフローが1コーナーカーブ、固まって4番のリュウワン姫、あとは7番のビーザチェンジ、後方の一角に5番のミトノベルーガー、9番のミハルンルン、8番のストームインデース最後方、10馬身ぐらいの圏内で前は2コーナーカーブ、わずかに先頭は2番のフルールドレジーナ、リードは首ほど、3番のデルマ・アビセ倒し、11番のドルバル並んで3頭広がって向こう正面に出ました。4番手集団、この圏内6番のグリーンジェイド、インコースには1番の八坂ソレイユ、外から追い上げていって12番のレッドフローが、あとは中段以下10番のウォーバックス、7番のビーザチェンジ、4番のリュウワン姫、外目には9番のミハルンルン、5番のミトノベルーガー、1頭少し離れて8番のストームインレース最後方です。前はこれから内回りの3コーナーカーブ、2番のフルールドレジーナ、3番デルマ・アビセ倒し、そして11番のドルバル、依然この3頭が先行して3、4コーナー中間、後ろを徐々に離していきました。4番手5番手並んで1番の八坂ソレイユ、外には6番のグリーンジェイド、あとは7番のビーザチェンジ、5番のミトノベルーガ、4コーナーから直線前広がっての追い比べは3番デルマ・アビセ倒し、外は11番のドルバル、並んで200を通過しました。馬体を離した追い比べ、後退はフルールドレジーナ、代わって追い上げてくるのは5番のミトノベルーガ、そのうちは7番のビーザチェンジ、前は11番のドルバルか、内からデルマ・アビセ倒し、並んでゴールイン。1レース1着は3番デルマ・アビセ倒し、これで3連勝です。勝ちタイム1分45秒7、鞍上は藤本元気騎手です。枠入り完了です。スタートしました。バラついた飛び出し、5番のフルフィリング、それから12番の北三ユニゾン、後方からの競馬ダッシュがいいのは3番のエルマス・フェルテ、リード1馬身取って先行します。2番手に10番シャインビグラス上がってきました。周回コース向こう正面に出ました。3番手集団固まって13番のサツキジャスミン、その内側には8番の MO アプローズ、1番のアイスラリマー、それから9番のヤマギンファシオと続いていきます。後ろ少し開いて中段に14番の破壊神、インコースからは7番のナックドバイ、この圏内11番ゴールデンナイト取り付いて、この辺りも先段に加わっていきます。直後は12番の北三ユニゾン、あとは後方勢ばらけて6番のパエロスコープ、内から接近2番のハースファイヤー、各馬3コーナーカーブ、後方の一角4番のアースリンゴ、外から上がっていくのが5番のフルフィリングです。3、4コーナー中間を通過していきます。1段です。わずかに先頭3番エルマスフェルテ、追っつけながら2番手は13番サツキジャスミン、4コーナーカーブ、外からじわっと上がっていくのが11番ゴールデンナイト、4コーナー、その後ろの圏内に北三ユニゾン、中を割ってくるのは山銀ファシオ、4コーナーから直線、内々には1番のアイスラリマー、先頭は3番のエルマスフェルテ、リード2馬身半ぐらい、2番手以下広がって前との差を詰めて200を通過、13番サツキジャスミン、11番ゴールデンナイト、さらには中を割ってくる山銀ファシオ、その外からは北三ユニゾン、大外からはパイロスコープも追い込んでくる、広がっての追い比べ、11番のゴールデンナイト、うちは山銀ファシオ並んでゴールイン。2レース1着は9番山銀ファシオ、デビュー17戦目での初勝利、勝ちタイム1分31秒9、鞍上は中原大成騎手です。今係員が離れました。スタートしました。まずまず揃った飛び出し、広がって押していくのは11番エドノテイラー、内側からは5番のウラカン、1番のアンタゴニスタ、さらに広がって7番ユーユースターリー、前4頭、直後は3番キワミーモン、外には12番のルーセントスター、加わっていく4番ヒットザフロント、14番のシルバーステラ、この辺りまで先段固まって、後ろは13番の雪まつり、中段のインコースに2番のルクスシュナイダー、中から上がっていく8番のフレンチバローズ、3コーナーカーブ、後ろは6枠両頭 MO ナイナーダイヤプリーモ、1頭少し離れて5番のゴールデンボイスが最後方、
白馬が3コーナーをカーブして3、4コーナー中間へ。内から抜けたのは1番アンタゴニスタ、わずかに先頭リード体半分。14番のシルバーステラが2番手、後ろ差を詰めてきたのは12番ルーセントスター、それから7番ユーユースターリー。4コーナー4頭の後ろは3番のキワミーモン、広がって4コーナーから直線。あとは外に行ったのは4番のヒットザフロント、横にずらっと広がって追い比べ。今度は外から12番のルーセントスター、そして伸びてきたのは7番ユーユースターリー。200を通過、ユーユースターリーが先頭、内を救ってくるキワミーモン、食い下がっているのはアンタゴニスタ。あとは後方から9番 MO ナイナー、追い込んできた MO ナイナー、ユーユースターリー、外から MO ナイナー捉えて突き抜けてゴールイン。3レース1着は9番 MO ナイナー、勝ちタイム1分16秒3、鞍上は吉井翔騎手です。枠入りが終わりました。スタートしました。まず前に出ていこうとするのは4番のサカベンムーン、5番のランプシアステル、それから6番のミリウス、さらに外には8番のみゆき国士無双と9番のポンドボーイ。広がって1コーナー、後ろは7番未来への進撃、1番のフレッシュルーキー。ここまで固まっていきまして1コーナーをカーブしていきます。後方の2頭が離れました。3番の沖春と2番のサザンフィールド、 1,2 コーナー中間を通過していく9頭。わずかに先頭は4番のサカベンムーン、リードは体半分。2番手は5番のランプシーアステル、2コーナーから向こう正面に出ます。後ろ広がってきました。6番のミリウス、9番のポンドボーイ、前4頭、直後に1番のフレッシュルーキー、それから7番未来への進撃と8番のみゆき国士無双。ここまで先団は3馬身ぐらいの圏内にぎっしりと固まって、後ろの2頭が離れていきました。3番の沖春と2番のサザンフィールド、依然前の7頭は1段で内回りの3コーナーカーブに入ります。4番のサカベンムーン、そして5番のランプシーアステル、広がって3、4コーナー中間、6番のミリウス、さらに外から9番ポンドボーイ、4頭広がって、ここから坂弁ムーン遅れ始めて4コーナー、後ろは1番のフレッシュルーキー、外には8番のみゆき国士無双、さらには7番未来への進撃、4コーナーから直線、前は5番のランプシーアステル、広がって6番のミリウス、そして9番ポンドボーイ、200を通過。今度は外から9番のポンドボーイが先頭に変わる、内で食い下がる5番のランプシーアステル、そして6番のミリウス、後方からは8番のみゆき国士無双、3番沖春、さらには7番の未来への進撃、先頭はポンドボーイ、ゴールイン。4レース1着は9番ポンドボーイ、デビュー3戦目での初勝利、勝ちタイム1分47秒3、鞍上は藤田亮騎手です。収まりました。スタートしました。揃った飛び出しです。前に出ていくのは3番のパキラ、ダッシュよく抜けていきます。パキラ単独先頭、後ろは広がって7番の新風ハヤテ、2番のサブのレインボー、外には8番のシーザーキック、さらには6番のリケアベールと先団に取り付きまして、外には9番ゼネラルブラボー。この辺りまで前から6、7馬身の圏内、後方の3頭少し離れました。1番の神風レディ、さらに開いて5番の北斗瞬八、それから2番のサブのレインボー。各馬が3コーナー、4番のルッカが最後方です。各馬が3、4コーナー中間へ。わずかに先頭3番のパキラ、リードがなくなってきました。差を詰めてきたのが外から2頭7番の新風ハヤテ、それから8番シーザーキック、4コーナー直後は6番のリケアベール、それから9番のゼネラルブラボー。4コーナーから直線、前の5頭がずらっと横に並んで広がっての追い比べ。後方からは4番のルッカも追い込んでくる。わずかに先頭は8番のシーザーキック、シーザーキックが抜け出して200を通過。追ってくるのは6番のリケアベール、リケアベールが迫ってきた。内で食い下がる7番の新風ハヤテ、あとは9番のゼネラルブラボー。ここで先頭変わった。6番のリケアベール、8番のシーザーキック、2番手7番の新風ハヤテ、3番手先頭はリケアベール、ゴールイン。5レース1着は6番リケアベール、デビュー5戦目での初勝利、勝ちタイム1分17秒3、鞍上は矢野孝之騎手です。収まりました。枠入り終わってスタートしました。少し遅れたのは4番のラウディ、好スタート好ダッシュ2番のアイトアーサー、アイトアーサーは出口遅れて出ていきます。
追っていくのは12番のグランクール、そしてほっつけながら8番のスペラーレ、スペラーレ2番手に上がってグランクール3番手、接近13番ジャックアバンティ4番手、11番のアークビルヌーブが5番手につけて1コーナー、後ろには6番のタロマイスター、10番コスモコンクエスト、それから3番のサーストントラスト、あとは後方勢ばらけて縦長で2コーナーカーブへ、前は2頭が抜けました。2番のアイトアーサーと8番のスペラーレ向こう正面に出ました。2頭の後ろは2馬身ぐらい空いて、ここも並んで8枠両頭グランクールジャックアバンティ、先段4頭固まって5番手に11番のアークビルヌーブ、後ろ迫ってくるのは6番のタロマイスター、10番コスモコンクエスト、3番のサーストントラスト、あとは後方勢ばらけました。7番のベルセブンティーン離れて5番のアドシール、並びかける9番エクスプローラー、さらに後ろに1番のリトリープ、1頭離れて4番のラウディ最後方、内回りの3コーナーをカーブしていきます。ここで先頭変わって8番のスペラーレが抜け出していく、内で食い下がるアイトアーサー2番手に、並びかけるのは13番ジャックアバンティ3、4コーナー中間、ジャックアバンティ2番手に上がってくる、後ろ追ってくるのは12番のグランクール、並んでいくのは6番タロマイスター、さらに後ろの圏内からはコスモコンクエスト、4コーナーから直線、先頭8番のスペラーレ、並びかける13番ジャックアバンティ200を通過、2頭の後ろは離れて3番手は6番タロマイスター、その後ろは3番サーストントラスト、12番のグランクール、さらにはコスモコンクエスト、先頭変わった13番ジャックアバンティ、6番タロマイスター、2番手に迫ってくる8番スペラーレ、先頭13番ジャックアバンティゴール。6レース1着は13番ジャックアバンティ、これで連勝です。勝ちタイム1分45秒0、鞍上は安藤陽一騎手です。今収まって第7競争スタートしました。いいスタートは14番スパイツサージ、おっと大きく遅れていたのは12番ナックレシェンドです。離れた後方から前はこの間に広がっていって、9番のカフシタウリス外目から先行します。追っていく11番グランモール、3番ティーカは固まって3番タカノドリーム、4番フレディバローズ、この圏内に14番スパイツサージ、1馬身後方7番ピーストークス、7部外13番カーディストリー、さらに1馬身で8番ベルボールドナイン、インコース追走していくのは2番のキバルスター、さらには5番のピエールモンタナ、続いて3コーナーカーブ、後方にかけて1番のライトマン、その後から10番名勝サミダレ、残り 600m を切っていきました。後ろ6番のフォアランナー、2馬身後方12番ナックレジェンド、1番後ろ3、4コーナー中間過ぎ、4コーナーカーブに入っていきます。前は固まって9番カウシタウルス、この外から11番グランモール、4コーナーカーブ直線に向いて、外からは14番のスパイツサージが追って、3頭が広がっての追い比べ、2馬身後方4番手以下も一覧、4番フレディバローズ、この外から13番カーディストリー、さらに後ろから5番ピエールモンタナ、 200m を切りました。内をついては3番タカノドリーム、あとは後方からベルボールドナインに、さらには6番のフォアランナー追っている4番手以下の争いです。前の争いが続く、11番グランモール、内は食いつかっている9番カウシタウルス、カウシタウルス、グランモール、2頭並んで合輪。7レース1着は9番カフジタウルス、勝ちタイム1分16秒に、鞍上は高見陸騎手です。第8競争スタートしました。遅れてしまったのは10番みんなの分も後方から、まず外目から8番のアイスキング、今日も先行します。逃げの手、これを追って2番ティーカー、気合をつけて6番ベラグエリエロ、さらに外から13番パイロイモンに、内側5番ガンブーツダンス、4番ダノンベロシティ、1コーナーカーブに入っていきます。その後中段の圏内は11番吉野ローズ、インコース7番エコロタイタン、さらには2番のフレンドキング、外目3番ベストリオンと続いて、馬群は 1,2 コーナー中間です。先頭は8番アイスキング、リードは1馬身、6番ベラグエリエロ2番手の位置、1馬身半後方3番手、13番パイロイモン、内側差がなく5番ガンブーツダンス、4番ダノンベロシティ、3番手グループ向こう正面へ出ていきました。後ろは4馬身5馬身と間ができて、11番吉野ローズ、差がなく2番フレンドキングに、3番ベストリオン、さらに1馬身7番エコロタイタン、その後1馬身後方固まって中段以下、10番みんなの分もこの圏内、12番ジュビール、インコース1番サブの優先、外から上がっていった9番アースダンスレン、馬群はこれから3コーナーカーブに入っていきます。前の5頭が固まりつつあって、先頭は8番アイスキング、3コーナーカーブ、首差に差を詰めている6番ベラグエリエロ、3番手外手が動く13番パイロイモンで3、4コーナー中間、
前の集団からは1馬身半と距離ができて、5番ガンブーツダンス、その後まで追い上げてきた9番アースダンスレンガー、今5番手から4番手を伺っている。あとは2馬身差、6番手以下は1段で4コーナーカーブから直線。前は8番アイスキング、外6番ベラグエリエロ、ベラグエリエロ、アイスキング2頭の追い比べ、後ろを離して 200m を切りました。3馬身後方3番手、5番ガンブーツダンスに、外から9番アースダンスレン、後方からは2番フレンドキング、それから3番ベストリオンを追ってきて3番手以下混戦です。前の争いは6番のベラグエリエロが前に出て合輪。8レース1着は6番ベラグエリエロ、勝ちタイム1分45秒1、鞍上の藤本元気騎手、今日2勝目です。収まって第9競争スタートしました。出遅れた13番サブのチャンス後方から、まずは9番ユーコバローズ、この外から14番エリコーハクに11番イナホ、3頭広がります。後ろ4番手以下、1番ジェットスピード、この外に12番モリデンセルス、人気2頭は4番手5番手で3馬身離れました。4番スカイピース、後ろ中段からは10番デルマガーネット、インコース6番当選アマンダ、さらに後ろから8番ビッグロジールーフ、2番カシマベローナ並んで、後方3番手7番ペルシアンローズ、この後で3番クライトナイト、外を通って13番サブのチャンスです。馬群は3コーナーカーブに入っていきました。広がった先段から9番ユーコバローズが先頭、リードは1馬身くらい、2番手以下は1段です。11番イナホー真ん中に、インコースは1番のジェットスピード、外からは14番のエリーコーハク、前へ固まって4コーナーカーブ直線コースへと向いてきました。外からは12番モリデンセルスが追ってくる。前の争いは9番ユーコバローズ、外から1番ジェットスピード、さらにはモリデンセルス、1番ジェットスピード先頭に変わって 200m を切りました。これを追う12番モリデンセルスが2番手、3番手以下、外から4番のスカイピースが足を伸ばしくる、内を踏ん張っている9番のユーコバローズに間をつけ6番の当選アマンダ、3番手争い、先頭を突き放して1番ジェットスピード合輪。9レース1着は1番ジェットスピード、これで2連勝です。勝ちタイム1分14秒6、鞍上は西啓太騎手です。この馬が収まって大中競争スタートしました。クロッカス特別、まずは内の方3番ルメビーンズ、高ダッシュ並んでいった5番マローネアバンティ、2頭で先行していきます。3番手の外6番のパペッティア、向こう正面出ていきました。パペッティアの後ろは1馬身半、2頭が並んでいて2番フォルトリアンと4番未来への恵み、その後1馬身半差、森騎手流しながら7番武蔵リーナ、後方2頭目1番のカステラ最後方です。先頭からしんがりまでは6馬身7馬身の馬群、向こう正面中間を通過、前の体勢変わりました。6番パペッティア、この間に先頭に変わってリードは1馬身半、2、3番手で5番マローネアバンティ、3番ルメビーンズは今交代して3番手から4番手5番手あたりまでポジションを下げますか、盛り返そうとしています。3コーナーカーブ、今3番手の外には4番未来への恵み上がって、この後で2番のフォルトリアン、残り 600m を切りました。3番ルメビーンズは5番手に交代、2馬身後方1番カステラ、7番ムサシチェリーナ、3、4コーナー中間過ぎ、4コーナーカーブに入っていきます。前の体勢6番パペッティア、迫ってくる5番マローネアバンティ、直線コースに向いてさらに外を突く4番未来への恵み、この外には2番のフォルトリアンと4頭が次第に横に広がってきました。その後やや間があって7番ムサシチェリーナ、前は残り 200m を切って粘っている6番パペッティア、並んでいる5番マローネアバンティ、その後1馬身で4番未来への恵み、これをかわして2番フォルトリアンが3番手に上がって前を追ってくる、粘る6番パペッティア、追って5番マローネアバンティ、さらに外から2番のフォルトリアン、6番のパペッティア振り切った合輪。10レース1着は6番パペッティア、人気に応えました。勝ちタイム1分30秒7、鞍上の矢野孝之騎手、今日2勝目です。今収まってスタートしました。遅れた16番ハローキャンディ後方から、まず前は外目11番アイアンサイズ、このうちから10番エスプリボクちゃんに、それから4番サブの貴公子、固まって12番のカナウ、内からは1番ジューンステータスも上がって、外からは15番ラインブレイカーも後位へ、1馬身後方第2集団から前を追っていく3番のドードカグラ、間には7番のルイス、外側に12番のカナウです。1馬身後方14番パー、13番カフェクラウン、この後1馬身半で2番のミラコロカナーレ、3コーナーカーブに入っていきます。外から上がっていくのは8番のゴールデンチョイス、
その後は固まって5番ラペルシェール、6番エイノスケ、9番エールブラーブ、3馬身後方16番のハローキャンディ続いていきます。馬群は最4コーナー中間過ぎ、4コーナーカーブに入っていきました。外目から12番のカナウ前に出ています。4コーナーカーブから直線、このうちで10番のエスプリボクちゃんが並んでくるか、さらに外から追ってくる7番のルイスが足を伸ばしてきました。内目をついては11番のアイアンサイズ、 200m を切って先頭12番のカナウ、リードは2馬身、外追って7番のルイス、内からは11番アイアンサイズ、4番手以下広がった外から6番のエイノスケ足を伸ばしてくる、突き放す12番のカナウ、12番カナウが先頭で合輪。今日のメイン第11レース、勝ったのは12番カナウ、1番人気タイでした。勝ちタイム1分14秒1、鞍上は三河本範史騎手です。ゲートインが今終わりました。スタートしました。トップスタート、1番ゴーザフォス、1番枠から飛び出していきました。2番手以下は広がっていて気合をつける12番シャンボール、この内からは5番ワイルドハンター、さらには13番花の歌、2番手集団3頭で先頭のゴーザフォスを追っていきます。前から5投目で14番スイングステート、進路を内に求めて1コーナーカーブ、その後は固まって2番宣言トップ、3番クレシューズ、外を通って6番クイーンカトリーヌ、外を通っては11番リュミエール、馬群は1、2コーナー中間から2コーナーへ、先頭は1番ゴーサホス、リードは1馬身、5番ワイルドハンター2番手、3番手で12番シャンボール、4番手13番花の歌、向こう正面へ出ていきました。前から5投目14番スイングステート、この後1馬身で固まって中段、11番リュミエール、内を通って2番宣言トップ、2頭の間から6番クイーンカトリーヌ、さらには3番クレシューズ、2馬身後方4番マイネルダンク、並んで7番アポロミラクル、この後は1馬身半差、8番トップロイヤル、さらに後ろから10番恋人サンタ、9番キラカイドを最後方追走です。先頭からしんがりまでは14馬身15馬身、さらに広がってきましたか。これから3コーナーカーブに入っていきます。逃げる1番のゴーソース、リードは体半分です。5番のワイルドハンター2番手、3番手外から接近12番シャンボール、残り 600m を切って3コーナーから3、4コーナー中間へと差し掛かりました。この後から13番花の歌、さらには14番のスイングステート、1番のゴーサボスはこの間に後退してしまいました。4コーナーカーブ、後続も差を詰めて馬群は一段と変わって直線コースへ、今度は12番シャンボール、わずかに先頭、これを追って外から14番スイングステート足を伸ばしてきました。内で食い下がる5番ワイルドハンターに、外から足を伸ばしてくる8番トップロイヤル、今3番手を伺って残り 150m の攻防、さらに後方から追い込んでくる10番の恋人サンタです。前の争いは12番シャンボール、外14番スイングステート、スイングステート、シャンボール、2頭が並んだまま合輪。最終第12レース、勝ったのは14番スイングステート、管理する酒井秀光調教師、今日2勝目、勝ちタイム1分58秒2、鞍上の藤田亮騎手、今日2勝目となっています。ここまで今日の TCK を振り返りました。